知らなかったんですけど、はい、サービス業サービス業とか出てますね。はいはいはい、さ美容院もサービス業なんですか。そうですね、ご紹介されてる方は皆さんサービス業っていう言い方。私はサービス業っていうと飲食とか、はい、割とこうそうそう飲食だと思うイメージがありますけど、ね、なるほど、はい、でもお客様もいらっしゃるのに、もう和田ですが和田ですって言ったらすぐ分かってたってことはね、ずっと聞いてくださってた。そういうことなんですね。そう、なんか仕事やりながら聞いてくれる人って多いんですよね。うん、あの本当にね、もう前にも言ってますけど、赤坂にある私がよく行くね、はい、もう来週も行くんですけど、その小堀っていうあの親父はもう私と、40年近くの付き合い、はあ、夫婦で、はい、もう家族みたいに子供とも、言ったら、うえ、口悪いんですよ。うえ、あのよ、意見前回聞くためによ、俺ラジオ買ったんだぜ。ああいうやつとかですね。本当に嬉しいよね、嬉しいですと。はい。この間こういう話してたとかね、はい、お仕事される方飲食業とか5時ぐらいからの方は今仕込みでちょうど聞いてくださってるんでしょうね。ありがたいですね。ありがとうございます。本当楽しい。また来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そんなアッコさんが出演するテレビの情報ですが、はい、フジテレビ系の先駆け音楽の時間の放送は、はい、明日31日深夜0時50分から。そのリスナー的に起きてらっしゃるんですかね。もし起きてたらはいはい、そして、まあ、今日いっぱい話題になりましたけど、はい、アッコさん、泉ピン子さん、カルーセル真紀さんの3匹のおばはん編のごきげんようは、はいはい、来週木曜日の6月4日、はい、そして5日、急遽これ2日間に分けて放送されることになったと、はい、いうことでございます。これは本当に私も見るのが楽しみなんですよ、はい、何をどう編集してるのか分かんないんです。2本目も危なかったんですから。そうです。時間が足らないというか、はいはい、で何を喋ったかも私も覚えてない。覚えてない。はい、そうですか。小堺の質問に答えてないことは確かです。そうですね。いやいや、でもあの楽しんで撮りましたから絶対皆さんにも、楽しんでいただけると思います。その放送の前日の6月3日は新曲の発売でございます。はい、発売ですから、もぜひ頑張ります。このねビデオはまた面白いんですよ。はい、それでは皆さん熱中症とかね体調にはくれぐれも気をつけて楽しい週末をお過ごしください。今田明子でした。日本放送柿山たましでした。じゃあ来週までお元気で。さよなら。